の変。986年、藤原兼家の陰謀による政変。984年、圓遊天皇が火山天皇に上位。藤原兼家の甥の藤原義親が、大祖父として、火山天皇の次兄弟の藤原惟繁と共に、天皇を補佐、そして革新的な政策をする、荘園整理令。違法な荘園を整理、停止する法令。京中物価国家法。985年、物価投機に対する措置として制定。面白くないのが、藤原兼家。やがて、藤原義親らと確執が激化。火山天皇は、寵愛していた藤原氏を供養するため、出家を考えるようになる。そこに目をつけた兼家は、986年、火山天皇を出家させる。そうなると、藤原義親と藤原惟繁も出家。藤原氏のエピソード。藤原氏は解任したが、なかなか里下がりが許されず、やっと許された時には、体調が悪化。そして亡くなる。そして兼家は、娘の正氏が産んだ一条天皇を即位させ、晴れて、外祖父となる。その後は、三男の道長が栄華を極める時代を作っていく。実は、カンナの変の黒幕は、正氏ではないかという説もある。